和産地や昆布の名産地として知られている日高。牛肉をはじめとした肉の生産も盛んなこと知ってましたか？夏は涼しく、冬は雪が少ない。恵まれた気候で育つ牛は、他の地域には負けない特別感のある味わいになるんです。日高の4つのブランド牛を紹介。北海道三大和牛の一つ、ビラトリ和牛。一貫生産を基本に、赤ちゃんの頃から大切に育てられる三井市牛。日高昆布を食べてたくましく育つ小袋。襟裳の大自然で育つ全国でも希少な品種、襟裳短角牛。今回は新日高町の小袋を生産している松本牧場さんにお話を聞いてきました。日高はすごく寒くなく、夏も暑すぎない、家畜にはちょうどいい気候だと思います。ここは日高昆布が有名で、和牛にも昆布を加えたらどのぐらい美味しい肉できるんじゃないかって、赤みが濃くなるんですよ、昆布を与えると。肉食がで、濃いのは味も濃いっていうことが分かって、これは自信持っていけるなって思いました。日高の牛肉は日高の中だけではなく、札幌や東京などの味や雰囲気にこだわっているお店でも選ばれています。皆さんもぜひ日高の牛肉で特別な気分を味わってくださいね。すごい美味しいです。プレゼント抽選会、キーワードの発表です。この動画を見ていただいた方は、これからお知らせするキーワードで特設サイトからご応募いただくと、日高のハルーニー 100g をプレゼント。特設サイトへのリンクは概要欄に記載していますので、ぜひご応募ください。